こんにちは。今日はきしめんやってないんですよね。土日だけですもんね。冷やしカレーで、冷やしカレー師匠でお願いします。こんにちは。ちょっと待ってもらっていいですか。野菜がちょっと、あ、じゃあ別メニューにしようかな。そう、あ、でねね、やったら暑いからな。肉玉ぶっかけの冷やしょうで、はい。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、肉玉です。はい、ペイペイでお願いします。レシートっていいですか。はい、大丈夫です。はい、あ、レシートって、あ、レシート、はいはい、はい、ありがとうございます。冬でも食べられる。 T シャツを着ていただきたい。
鈴木敏夫と続いて、恋愛という場で僕の隠れ家や、千と千尋の神隠しの油屋など、家族で楽しんでいただける仕掛けをたくさん用意しています。中段に飛び込む豪快アーチ。ここ6試合で4本のホームランと絶好調の大谷選手をたっぷりとご覧いただきます。九州南部では激しい雨が降っています。気象庁は今夜から明日午前中にかけて災害の危険性が急激に高まる恐れがあるとして、九州南部と四国に線状降水帯の予測情報を発表しました。明日関東や近畿などで、これよく見えません。視力に合ったコンタクトをどうぞ。ベルトなのに。ごちそうさまでした。はい。すいません、急に来てしまいました。またカメラ回しながら。忙しいですね。いやいや、そんなことないです。もう。で、経過報告です、はい。経過報告をちょっと今日はついでに言いたいなと思って。はい、今、This is シミデア、はい、参加表明が36名。おお、36名。よかった。受け入れられますよね、シミデア。はい、大丈夫、はい。もっともっと告知して大丈夫ですね。うん、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。どうですか、メニューはいい感じに。そうですね。冷やしカレーベースで、ちょっと冷やしカレー僕大好きや。今日なかったじゃないですか。ごめんなさい。今日もう売り切れちゃったんです。閉店間際に来ましたから。申し訳ないです。冷やしカレーが1個のベースメニュー。はい。はい、で、そこにちょっとスペシャルアイテムを。アイテムですね。はい。噂。まあそれじゃあちょっと後日で。はい。後日発表で。素敵なスペシャルゲストとともに。はい。はい、で、2メニューの方が僕実はまだちょっと想像ついてなくて。はい、そちらの方はですね。おっと。初めて、いやもう絶対ないですもんね。ないない、レギュラーメニューじゃ全くない。全くない。お、これはもう僕も、はい、まだ想像もつかないような。なるほど。っていう、ちょっと楽しみにしてて、はい、ちょっとこれはまあ後日発表しますので、はい、ディスイチ清水屋、はい、7月21日の日曜日です、はい、お昼、大体お昼頃、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。またちょっと打ち合わせさせてください。あ、ぜひぜひ、はい、本当お願いします。1、2、3